その西山望郷太郎徳武、ブラック Z がかなりボコボコにしてるから、なんかそれ4人はとりあえず警察沙汰にしたくないからかなりやったわけですよね。なんだけどでその後輩は先に言えば手出してるわけじゃないですか。その殴って刺したみたいな感じなんだけど、多分、まあ、組織関係が動いてるから、そうで行ってこいと、被害届出してこいということで被害届出して、多勢に無勢みたいな感じでやられてるから、これ申告罪なんですよね。告げる、わかります、モースみたいな、モース告げるみたいな、それあエスポーさん払ったらかしら。だからね、先に、まあ、一応言っとくけど、西山とその徳武と太郎とブラック Z に言ってるけど、もうお前多分捕まっちゃうよ。これはね、あ、そう、過剰防衛なんですよ、村瀬さん。それね、喧嘩両成敗なんだけど、申告罪で、まあ、後ろめたいわけじゃないですか。三角さん、ある程度申請されてます。そう。だから、先に被害届を出した方が、出して、受理された方が、で、要は、アベルベリさん、ある程度申請です。どうなんですかね、ケンプさん、徳武さんいなかったら西山殺されたんじゃないみたいな、ちょっとわかんないですけどね、まあ、腕だからね、そう、だけど、刺したのはもう罪問われないね。もうこれはね、先に警察で被害届を受理されて逮捕状が発行された時点でもう西山とその徳武とブラック Z と、まあ、太郎はまずだって自分たちはやられてない、でやられてるのは西山しかいないわけじゃないですか。でここで被害届出せるのは西山しかいないんですよ。で西山はもう救急車呼んで土地で降りて警察沙汰にしないようにしたわけじゃないですか。だから西山は明日とか明後日とか警察行って被害届出してももう遅いんだよね。もう遅い。